見ていただきましてありがとうございます。山チャンネルでは下関の情報や魚の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで本日は Zoom でスペシャルゲストがお二人来てます。はじめイエイエイ近藤さんとゆかりんぱさんです。ゆかりんぱです。はい、近藤です。よろしくお願いします。こんにちは、お久しぶりです。久しぶりです。じゃあ今日は下関の情報のということで、なんかイベントをされるっていうのを聞いてちょっとつながしていただいたんですけど。そうなんですよね。何をするんでしょうか。2016年から7年目なんですけれども。もう7年目ですか。ハサミットというイベントをやります。おー、ハサミット。ちょっと、はい、あ、ゆかりんぱさんありがとうございます。ちょっとせっかくなんで画面を共有してみましょう。川棚で、下関の川棚でやるんですね。はい、川棚の森コルトーホールという場所でやります。おー、いいですね。何をするんでしょうか。これあれやね、ゆかりんぱの顔見えんけ、僕説明しますね。僕が福岡の飯塚市っていうところで、はい、雑貨屋やってるんです。雑貨屋ね。うん、ハサミ焼き。それで、はい、そうそうそう、あの長崎県のハサミ焼きっていう、お茶碗とかお皿とか、うん、焼き物を取り扱いしてるんですね。はい、でそのハサミ焼きを、中心としてハンドメイド作品とかリラクゼーション、うん、食べ物、あと音楽などの、ステージがあるイベントです。いや僕も行ったことありますけど、すごいなんかアットホームなんですけど、なんかイベントもあったりとかして盛り上がってますよね。ありがとうございます。巻き込みます。巻き込み型です。巻き込み型ね。巻き込み型です。今回は近藤さんはどういう感じで出展になるんですか。それともなんか司会とかですか。ね、僕とゆかりんぱ2人ともあんまり人前で話すの得意じゃないんですよ。え、そんなことないでしょ。いやいや、もう全然ダメで、それなので、え、司会はプロの司会 MC さんに、森美さんという司会者の方にお願いして、はい、すごいいい雰囲気にしてイベントやります。出展者さん一人一人、そのステージの方も一人一人紹介していただいて、はい、サミットの初期からの方なので、もう全てを知ってるんですよね。うん、はい、そもそもなんですけど、第7回っていうことで、ね、回数で言うと、もうね、うん、10回以上やってるんですよ。え、そうだったんですか。うん、ね、なんか年に2回やってた時期もありましたよね。そうなんですよ。コロナで3年ぶりなんですけれど、はい、夏と秋とやってて、はい、で大事なこと言うの忘れてた。長崎県のハサミ焼きを取り扱いしてるんですけれども、取引先さんが長崎県の川棚町にあるんですよ。はい、で川棚つながりっていうので、長崎の川棚でも実は2回やったんですよ。うん、そうそう。でその間の場所っていうので、福岡の行橋市でもやったことがあるので、うん、もう回数だけで言うと、ハサミットの回数だけで言うと10、11回目ぐらいだったかな、確か。すごい。多い時で3回か4回やりました。やりましたね。すごいな。だからあれですよね。地味にやってます。長崎の川棚町と下関の川棚町、本当に行ったり来たりしたりやってましたもんね。そうなんですよ。今回も、山口県の川棚でするのに、長崎のラジオで取り上げてくれて、はい、長崎と佐賀のラジオでこうハサミットの宣伝してもらいました。これどんな方なんですか。あ、森美さんって方がこの MC なんですか。そうなんですよ。へー、森美さんってどこの方ですか。森美さんは北九州です。で、餅とか下関で結構、司会のお仕事は多くやっているんですね。なので山口県にもすごく縁が深いんです。へー、あ、そうなんですね。はい。あとはどんな方が出られるんですか。あとはですね、実はハサミットをお休みしてる間ですね、うん、江頭勉さんっていう方に、うん、ハサミットのテーマソングを作っていただいたんですよね。すごい。それミュージシャンですか。そうですね、プロの方に。福岡で活躍されてる方で、
長崎県の五島の出身の方で、はい、で長崎と、ね、山口なんで、その方にもお願いして、はい、ちょっとこれ聞いてみますか、オープニングソング。30日の11時から江頭つとむさんのライブで、このテーマソングの披露目をやります。初披露です。あ、生演奏で披露してくれるんですか。そうです、そうです。あ、いいですね。これ何ですか、戸村さん。あとね、ニコと陽金って言って、はい、中国の楽器の演奏会ですね。へえ、
すごい。今29日の、14時からニコルと陽金の演奏で、はい、30日がハワイアンダンスだけになったんですよ、うん、ハンドメイドとか雑貨アリーのハサミ焼きアリーのマッサージもあって、あとステージがあってみたいな感じですね、うん、なんかこう食べ物とかもなんか食べられるんですか？はい、お、あります？なんか食べ物あります。山西さんがなんかいつか潜入調査してた場所に出店されてた方ですか？ウフフさんと、あーウフフごはさんね。はい、ウフフごはんさんとおたまとペロさんとかあーおたまとペロさん、はい、はい、で、あと川棚でね出店されてる方ですよね、こう。はいはい、なるほど。この度初出店で申し込みいただいて、はい、あとは2日目に焼き鳥屋さん、はい、以前サミットに出ていただいた、はい、コロナになる前の、うん、3年前その時に出ていただいた、うん、まあ、後ろね商店さんっていう焼き鳥が中心の店が出てきてます、はい、チラシとかってどなたが作られるんですか？チラシ僕作った。わーすごい。今は便利なアプリがいっぱいあるんでね、作るのは作るだけでいいかもしれないですけど、こういう方をね招待してやってくださいとかね、お願いもしないといけないじゃないですか。そうですね。ね、なんかいろいろ助けて くださる方が年々増えていってるんで。あ、すごいな。僕森美さんの話ちょっと気になりますね。遊びに来てください。はい、ちょっと覗かせていただきます。YouTube 見てハサミットに来てくれた人が山西さんってどの方か分かんないじゃないですか。分からなくていいんですけどね。いや、分かってください。登録者数増やしましょう。いやー増やしたいんやけど全然増えないんですよ。とりあえず1000いかないとね。ねえ、全然いかない。もう本当にどうしてよ。いや、ハサミットで50増やしましょう。よし、もう人力作戦でもうもう、はい、1人1個ずつ押してもらいましょう。楽しそうだな。そう、久しぶりのねイベントで。ホオズキのハンドメイドの方とかはなんか出る方とかってもう決まってる？決まってますよ。おお。どんな雑貨が販売される予定なんですか？レザーさんとかですね。編み物、レーサー編みの方とか。ハサミ焼きとか。あ、そうですね。陶器、一番大事な陶器が。あ、ハサミ焼きとかね。はい。あとワークショップとかですね。ワークショップ何ができるんですか？うん、子供さん向けにスノーボトルって言ったら、ペットボトルに、ちっちゃいペットボトルに液体入れて、はい、キラキラする。食もあり、こうワークショップもあり、雑貨もありのですね。演奏もありの、演奏もあり、MC もあり。土曜日と日曜日で出店者さんも微妙にちょっと少し違うんで、土曜日来て日曜日来るのも2回来るのもあり、全然ありです。おお、そうですね。お店が変わるんだったらまた行きたいですよね。ね、ダンスが見れたりとかするんで日曜日は。ああ、そうですね。今回3年ぶりにハサミってやるってことは、近藤さんから、あとそうです、ね、イカリンパさんからも一言ぜひお願いします。うん、まあ来れる方はぜひね、生でテーマソング聞いて、はい、でいろんなハンドメイド見てほしいなと思うのと、来れなかった方はこの YouTube 何回も見直してほしいですね。はい、はい、見直せるようにじゃあ頑張ります。はい、お願いします。はい、どうでしょうか。巻き込み型イベントなので巻き込まれに来てください、はい、あ、そうですね、はい、巻き込まれに遊びに行くってことですよね。そうですね、おじいちゃんおばあちゃんまで巻き込まれにぜひいらしてください。そうですね。今日はお時間でありがとうございました。ありがとうございます。またね、バイバイ。待ってます。